ては4年間ランキングトップをキープしていた時期がありましたが、現在は17位と、年齢も32歳になりまして少しランキングも後退してきています。まあそうは言ってもエドバーグ、マッケンローといいますと今の男子のテニス界を代表する選手であることには間違いありません。今日のこの激闘、戦いぶりに注目をしてみたいと思います。今試合前の練習が続いています。マッケンローは1回戦はブラジルのオンシスにストレート勝ち、2回戦はオーストラリアのストールに 3-1 で勝ちました。3回戦はフランスのフルーリアンにストレートで勝っています。Ladies and gentlemen, Mr. McEnroe won the toss and chose to serve. Also, 一方のエドバーグですが、1回戦はスイスのロセ、弾丸サービスのロセにストレート、2回戦はペイトンにストレート、3回戦はアメリカのウィスケンにストレートでいずれも勝っています。まだワンセットも落とさず、エドバーグ自身に聞きましても非常に調子がいい。今年のこの大会は絶好調であると盛んに試合の後のインタビューなどでも答えているステファン・エドバーグです。いや、マッケンローがトスに勝ってサービスからスタートするようですね。はい、さあいよいよスタートです。マッケンローのサービス、センターコートの第一試合のチェアアンパイアはアメリカのデビッド・リトルフィールドさんです。毎年エドバーグはユニフォームが非常にいろいろとデザインを凝らしているんですが、明るい赤を使ったユニフォームの今年のエドバーグ、対するこちらのマッケンローはバンダナは少し派手ですが、あとは全部白。マッケンローのサービスでスタート。第1セット男子4回戦のセンターコート第1試合です。最初のポイントはエドバーグです。第1セット第1ゲーム、マッケンローは2回続けてファーストサーブを落としました。今年の大会では第16シードです。マッケンローこの試合に勝ちますと男子はベスト8進出が決まります。女子は昨日の段階でベスト8が出揃いました。今日は準々決勝が行われるのは女子です。第1セットの第1ゲームです。坂井さん、なかなかファーストサーブが入りませんね。そうですね、まあ、そういった意味ではエドバーグはチャンスなんですけど、マッケンローちょっと苦しいですよね。はい、4回続けてファーストサーブを落としました。
マッケンロー追いつきました。30 all。これまでウィンブルドンでは3回優勝があります。81、83、84と優勝しているアメリカのマッケンロー。抜きました。早くもマッケンローから大きな声が出ています。ブレークポイント。なんかねマッケンローちょっと緊張してますね。ボレーもねなんかこう、まだ軽さがないですね、まあ、やはり軽さね、はい、マッケンローもちょっとこうこのね大事な第1ゲーム重苦しい中でね、ちょっと緊張してますね、はい、この第1ゲームはファーストサービスがなかなか決まらないで苦しんでいます。マッケンローが初めて第1ゲームリードしました。左からの独特のぐっと切れていくスライスサービスを見たいんですが、まだサービスのリズムに乗っていないマッケンローです。トップスピンロブ捉えました。デュース2度目のデュース。第1セット第1ゲームからデュースに入りました。ファーストサービスが入ったのは2度だけですかね。そうですね、はい、7回は外れています。ウォッチ。アドバンテージマッケンロー。マッケンロー2度目のアドバンテージです。センターコート静まり返っています。時々咳をするお客さんの声がわずかに聞こえる程度。マッケンローを取りました。第1セットの第1ゲーム、マッケンロー一時はリードを許しましたが、デュースに持ち込んで最後は取りました。やはりファーストサービスが入りますと自分のテニスになりますね。そうですね、まあね、お互いに今立ち上がり緊張感の中でね、あんまりこう、まあ、硬さが目立ちましたね、まあ、エドバーグの方にも見られました。そうですね、エドバーグもね、やはりもう少しセカンドサービスだっただけにね、はい、チャンスあったと思うんですけど、まあ、ネットインが1本幸いでしたよね、ブレークポイントでね。そうでしたね、はいはい、ウィンブルドンは13回目になります。ジョン・マッケンロー81年から83年、84年と3回優勝。 US オープンでは
79年、80、81、84と4回優勝しています。マッケンローはオーストラリアンオープン、全仏、フレンチオープンは優勝がありません。Seats quickly, please. マッケンローと言いますと、確かにあの動物的な感覚というんでしょうか、ネットプレー。弟のパトリック・マッケンローもこの大会出場していましたが、もう敗れました。地味な弟のパトリックに対して、非常に派手な天才肌の兄のマッケンローが、こちらエドバーグと対戦しています。エドバーグのサービス、第2ゲームです。プレースタイルとしてはエドバーグもマッケンローもサービス&ボレーです。芝生を特に得意としている両選手。第1セットの第2ゲーム、30ラブ。風はありません。今日のセンターコート、日差しは強くなっています。この天候が一日中持ってくれればいいんですが、午後からは強いシャワーがあるだろうという天気予報です。男子は今日は4回戦の全ての試合があります。女子は昨日の段階でベスト8が出揃いました。今日女子は終わりますと4強が揃うことになります。トップスインロブ、浅かった。ちょっと今手元が狂いましたかね。そうですね、今のはトップスピンロブを狙ったんですけれども、やっぱり自分の思った通りにいかなかったですね。短いボールになってしまいましたね。40-15 です。第1セットの第2ゲーム、第1ゲームはマッケンローキープ。体を狙ったが決まりました。エドバーグ初めてのダブルフォールト。この場に及んでダブルフォールトはちょっと痛いですね。そうですね、今ねセカンドサービスになった時にマッケンローはね、牽制してねポジションを変えましたよね。はい、それが微妙な心理的な影響を与えているようですね。ただあの程度ね影響されてはいけませんね。はい、エドバーグは世界のトップです。エドバーグはウィンブルドンでは去年、そして88年と2回優勝があります。オーストラリアンオープンでも85、87です。優勝しています。フレームショット、
体に当たりました。コードボールが何か跳ね上がって顔に当たりましたかね。いや肩口ですね。肩口ですか。これただちょっとここは甘かったですよね。はい、フレームショットになりましたよね。まあ、しかしね今のところコードボール3回ともねマッケンローについてるんですね。そうですね、はい、コードボールの神様は今のところマッケンローです。うん、フットホールド、フットホールド。エドバーグには時々フットホールドがありますが第1セット第2ゲームフットホールドを取られました。セカンドサービス。いや、あの練習の時にですね、2、3日前の練習の時にトニー・ピッカードコーチにね、フットホールドは大丈夫かって私聞いたらね、もうノープロブレムだって言ってたんですけどね。あ、そうですか。クロスが変わった。マッケンロー第2ゲームブレイクポイントを取りました。アドバンテージマッケンロー。ここでマッケンローがブレイクしますと試合の流れは非常に興味深くなります。エドバーグの初めてのノータッチエース。デュース。いや、今のサービス早かったですね。早かったですね。今までエドバーグの、ね、サービスの中では、はい、かなりスピードがありましたね。アドバンテージエドバーグ。第1ゲームはマッケンローが取りました。現在第2ゲーム。デュース。4回目です。3回か4回ぐらいエドバーグがトスを上げてやり直してますね。それは何か影響あるんですか。まあ、やはりちょっとこう緊張感からトスがこううまく高さが出てないんですね。あ、そうですか。風の影響はありませんね。いや、風は全く影響ありません。はい、取れるか。取れません。いや、沈んだのをね、ドロップボレーでしたね。そうでしたね。先ほど甘くてね、結局取れなかったんですけどね。はい、いや、今のね、まあ、エドバーグの中にはね、ドロップボレーが今日一つのポイントになってますね。なるほど。これからもそうしますと出ますね。アドバンテージを取りました。エドバーグ。デュース。これが5回目のデュースになります。デュースに入ってからはエドバーグが4回目のアドバンテージ。ゲームエドバーグアウトです。第2ゲームエドバーグがキープしました。One game all, first set. ゲームカウントは 1-1 です。これから第3ゲーム、はい、どちらもね、1ゲームずつのサービス苦労してキープしましたよね。そうでしたね。まあ、ただね、エドバーグの方は 40-15 からね、やはりダブルフォルト、ドロップボレーになるとね、ダブルフォルト、あれがいけませんよね。それでデュースに入りましたもんね、はい、第3ゲームはマッケンローです。ノータッチエースです。鋭く切れました。初めて15ラウンド。エドバーグの方はむしろ左側のサイドを読んでいたようです。
こちら側からの切れていくサーブが武器になるんですがね。そうですね、はい、ファーストを落としています。できました。いやリターンも良かったですけどね、マッケンローがこれぐらいね、気迫を持って倒れるぐらいまでねボールに向かってっていうのも珍しいですね、さあ15ゴールです。浅い抜きました、再び抜きました、エドバーン30 all. ベテランの仲間入りを果たしているマッケンローです。年齢的にはもう32歳になっています。非常にしかしプレーには若い、若々しいプレーを見せますマッケンローのサービス。まあ、今の、リターンもですね、エドバーグはやっぱりボレーをさせておいた方がいいと思うんですけどもね、ああいうふうに一発でリターンミスないといけませんよね。うん、そうですか。ファーストの今のサービスが失敗しますとどうしてもサービスのエリアの真ん中あたりの安全策になりますね。そうですね、はい、まだちょっと狙えませんね、はい、まあ確かにネットに当たるボールはどうも今のところエドバーグ取りましたは不運です。マッケンローが取りました。第3ゲームをキープしました。まあここまではどうでしょうか、静かなスタートという感じじゃないでしょうか。そうですね、やはりね、まあ、ウィンブルドンのセンターコートでのベスト8をかけた試合ということでやはりね両者ともね、非常にこう重苦しい中ねスタートしてますね、やっぱり、ね、緊迫感がありますね。でどちらもやっぱりちょっと 重いですね、体の動きがね。重いですか。でやはりこのエドバーグの方がね、今のマッケンローのサービスゲーム、このローボレーですよね、ローボレーがやはりね、エドバーグの方がいいですよね。でこれ逆取ってこれが届かれるんですね、はい、でここでストレート抜いたんですか。そうですね、はい、今のところねローボレー見る限りねエドバーグのローボレーの処置の方がやはり流れがありますよね。そうですか。でそこでリターンミス最後2本、はい、エドバーグ痛かったですね、マッケンローサービスに対してね。その結果現在第1セットはお互いにサービスキープでマッケンロー 2-1 です。これから第4ゲームエドバーグのサービス、サイドが変わって手前がエドバーグ、向こう側にマッケンローです。余裕を持ってマッケンローを抜きました。これまで両選手は11回対戦してマッケンローの7勝4敗、しかしこのところ最近では3連勝しています。見事に抜きましたマッケンローです。いいサーブです。15オン
今のところプレー自体の内容はエドバーグの方がいいように思いますけれどもね、ああいったサーバンドボレーの流れはね、はい、第4ゲームです。追いつきません。エドバーグは今年のウィンブルドン第1シード、マッケンローは第16シード。レッドからボールは入りました。したがってファーストサービスです。マッケンローのストレートパス。マッケンローは今日4回戦まで3回戦って1セットダウン、競りながら勝ってきました。ゲームエドバーグ、この流れはエドバーグです。第1セット第4ゲームはマッケンロー大丈夫でしょうか、シューズでしょうかね、なんかシューズに文句つけてるみたいな何かといろいろと、チアンファイヤーに一言あったり、いろいろ八つ当たりをするシーンもよく見られますが、今は酒井さんの、打つたとはシューズに一つ文句をつけているという、まあ、しかしね、ボールを、ね、必死に取りに行こうとしてね、はい、やっぱり力がつま先に入って滑ってるんですよね。なるほどね、はい、第5ゲームのスタート。リターンエースです。ラブ15現在 2-2 です、はい、ネットに入る詰めるね、ペスピードアイドバーグのがありますね、はい、ですからローボレーのね、処置の姿勢とかですね、はい、今のところマッケンローの方がローボレー苦労してますよね。エドバーグの動きを見てますと、サービスの時などサービスをしたかと思ったらもうあっという間にネットにいますもんね。そうですね、流れがもう素晴らしいですね、はい、これまた余裕を持ってのリターンです。第1セットの第5ゲーム、エドバーグがリードしています。まあ、ただね、ええ、これまでの2回のサービスいずれもラブサーティーまたはフィフティンサーティー、それからキープされてるんですよね。そうですね、はい、この後のリターンをエドバーグしっかり、ね、足元に沈められるとね、大きくチャンスですよね。ブレイクの第1セット第3セットも同じような展開でした。第1セット第3ゲームも同じような展開でした。 15-30 ちょうど第1ゲーム第3ゲームのような形になってきました。 15-30まあ、ここでエドバーグが打った方がいいのかスライスで沈めた方がいいのか、この辺の選択難しいんですね。追いつきました。いや先ほどからですね、やっぱりこういう風に打ってサイドアウトまたはネットが多いんですよね、まあ、ただこの場合打った方がスライスで沈めてですね、ボレーで決められると非常に消極的だったと悔いが残るわけなんですね。あ、そうですか。ただ打った方がね、まあ、気分的にはいいんでしょうけれども、この辺の難しいところですね。そうですか。追いついたマッケンロー30オール。
ずれにしてもファーストサービスを確率を上げなければ苦しくなります。Second service. 第1セットは現在 2-2 です。第5ゲームに入っています。アウト。第5ゲーム初めてマッケンローリード。今も思い切って振っていきましたね。そうなんですね。まあ最初の2本はリターンのエース、その後リターンミスですよね。はい。まあ、今までの経過の中でローボレーね、決してマッケンロー良くないんでね、沈めた方がいいようには思うんですけどね。そうですか。得意のサーブ、初めてと言っていいぐらいに一番いいところに決まりました。マッケンロー取りました。キープ。マッケンロー leads 3 games to 2 first set。両選手ともにキープしています。マッケンロー 3-2 でこれから第6ゲームが始まるところです。今日は男子は4回戦です。センターコートでは今行われているエドバーグとマッケンローの試合、そして第4試合でアガシとエルティンが戦います。男子の方はその他ナンバーワンコートで全仏で優勝しましたクーリエとチェコのノバチェック、そしてまた第2コートではソビエトのボルコフとドイツのシュティヒ、第13番コートではスウェーデンのグンナーソンとアメリカのウィートン、昨日レンドルを破りました。第3コートではフランスのシャンピオンとアメリカのロスターニョ、第14番コートではフランスのフォルジェとメイヨットが対戦しています。対戦することになります。今日終わった段階で男子は8がベスト8が出揃います。雨で悩まされながらここまでたどり着いてきた今年のウィンブルドンですが、女子はすでにベスト8が昨日の段階で出揃いました。男子は今日8が出揃うという、徐々に煮詰まってきました。Ladies and gentlemen, quiet please. Quiet please. さあ、これからエドバーグのサービスで第6ゲームが始まります。15 love. いいリターンでした。15 all.エドバーグはここまでワンセットも落とさず完璧なテニスで来ました。4回戦30-15。今シーズンの優勝はここまでシュツットガルトとジャパンオープンの2回あります。アウト。40-15。Quiet, please. Mm-hmm.
有のオープンコート。第6ゲーム、エドバーグ取りました。いやー、今のハーフボレー見事でしたね。これハーフボレーもものすごい深さがありましたよね。マッケンローが一旦前に出てってね、下がらされましたよね。あのハーフボレー非常に難しいんでしょうけれども、いとも簡単に、しかも実にコントロールがいいですね。そうですね、バランスが本当に見事ですね。第7ゲームです。マッケンローは初めてのダブルフォールト。まあ今のところサービスキープイーブンに来てますけどね、内容的にはね、エドバーグは全然いいんですよねそうですね、まあネットの前後のそのアンラッキーな面がありましてね。そうですね、コードボールとかですね、リターンミスがちょっとエドバーグ痛いです。したがって一つエドバーグがブレイクをしますと、試合は一気にエドバーグの方に傾く可能性もありますね。その通りですね。こういうケースが今日はエドバーグいい面と、そしてネットにあっけなくかかる場面と交互に見られます。まあ前の対戦が一昨年のこのウィンブルドンで 7-5、7-6、7-6、接戦でしたね。接戦ですよね、はい。まあ、それとやはり3回取ってるね、このマッケンローのね、実績と迫力ですね。その意地というんでしょうかね、まだ負けないというそういう気持ちもあるでしょう。15-15。第7ゲームはマッケンローのパスサービスの威力が勝りました。McEnroe leads 4 games to 3, first set. Dance は今日は4回戦が行われています。センターコートでは現在マッケンローの 4-3 ですが、その他のナンバーワンコートではクーリエとチェコのノバチェックが対戦していますが、クーリエが現在第1セットを取りました。6-3 で取りました。そして2番コートではソビエトのボルコフとドイツのシュティッヒが対戦しています。エイトをかけて対戦しているんですが、第1セットは 6-4 でボルコフが掴んでいます。現在2番コートは第2セットに入っています。1番コートも第2セットにすでに入っています。今日のウィンブルドンは曇り空ではありますが、高曇り、今の段階で雨の心配はありません。しかしこちらの天気予報を確認したところによりますと、午後からは激しくシャワーがあるだろうというそういうよからの予想も出てまして、坂井さん、なんとか今日すべて試合を見たいですね。そうですね、なんとかまずはね、最初の2ラウンドぐらいはぜひ。そうですね、男子が勝ちますと今日4回戦、勝った方は8に進出というベスト8が出揃うことになります。さあ第1セットの第8ゲームです。ここまではお互いにサービスキープ、マッケンロー 4-3 で来ています。ノータッチ、あ、こんなに出てるではないかとマッケンローがアピールしています。ラインジャッジにもアピールしていますね。2つ目のサービスエースです。
こんなに出てるのにって言ってますけど今そんなに出てませんでしたよね、センターコートの第1試合のチェアアンパイアはアメリカのデイビッド・リトルフィールドさん。マッケンローの試合ですとやはり一試合なんとかこういうチェアアンパイアに詰め寄るシーンがあるんですが、この試合初めてです。さあもう一度見てみましょうか。まあそう言われてみれば多少どうかなという感じもするんですが、まあ一番近くで見ている選審が入っていると判定しています。第1セットの第8ゲーム、エドバーンが40ラブ、ここまではサービスキープ。ハグボレーうまいです。ゲームエドバーグダブゲームで第8ゲームをキープしましたエドバーグ。坂井さん、なかなか世界ナンバーワン、うまいですね、やりますね。そうですね、ボレーなんかもね、あのハーフボレーまたうまくこなして、マッケンローもね、パスのチャンスでしたけどね、今のところ体の正面に持ってってますね、パッシングをね。ちょうど今、マッケンローの上の方がファミリーボックスで、奥さんですね。そうですね。奥さんのターテム・オニールさんの姿も見えました。元女優のオニールさんです。入っています。右手をぐっと握りしめましたマッケンロー。エドバーグです。入りましたね。そうですね、うまくフェースを合わせましたよね。先ほどからの振り抜いてクロスの方に持っていくとね、ちょっとフレームに当たってるんですよね。だから少し空いたリターンがいいか分かりませんね。なるほどね。深く沈めてワンポイントリード。第9ゲーム、いや、マッケンローが今あの先ほどの、ね、サービスのジャッジ の、はいはい、あのラインパースにグッドコールだって言ってますね。ノータッチエースを取りました。マッケンロー、このノータッチエースが2つ目になりますか。そうですね、はい、逃げるボールです。アウトです。惜しい。坂井さんがまず惜しいとおっしゃいましたが、入ればスーパーショットですね。そうですね、あの体勢から後ろに、下がりながらね、ツーバウンド目になるところをあの体の後ろ向きから打ちましたからね、フォルトです。観客ももうすっかりおなじみで、そういう場面になりますとマッケンローがアピールをする前に観客の反応が先に現れます。ウォッチゲームマッケンロー、マッケンローが第9ゲームをキープしました。マッケンロー 5-4 です。マッケンロー leads 5 games to 4 first set。
まあ、やはりあの5回の、ね、サービスのうち 3回目の第5ゲームまではですね、はい、本当にマッケンローはあのサービスよれよれと言いますかねあの危なかったんですけれども、第7ゲームダブルフォルトの後エドバーグリターンミスを連発してね、まあ、連発って言いますかね、やはりマッケンローの、ね、サウスポーからのサービスっていうのは非常に微妙に、ね、変化するん で、なかなかリターンしにくいんですけれども、第7ゲームのキープからね安定感が出てきて、はい、ここまで来ますとね今度はねやはりどっちが取るかね、これはもう全くイーブンになりますね。つまり第10ゲームが第1セット非常に重要であるという、それとやはりセットがね、はい、大詰めになってくればね、やはり今までねこう軽くてキープしててもね、はい、逆に気分的にはねそのなんて言いますか、ここまで来たらもう一発勝負であの、うん、どっちが取ってもおかしくないっていうねあの気分になれるわけですよね。そうですか。まあ、ここまで来ますと一つのキープあるいは一つのブレイクでも勝敗に大きく関わってきますからね。そうですね、一本のミスがねやはりセットを落とすことになりかねませんよね。マッケンローの現在 5-4 です。第10ゲームうまくブレイクしますとマッケンローの第1セットということになるんですが、こういったところもねわざと待ったしてね、駆け引き見せてますね。なるほど、はい、今日はこれが目立ちますエドバーグ。マッケンローとエドバーグの4回戦のセンターコート第1試合、非常に重苦しい空気の中でお互いにサービスキープでここまで来ました。第10ゲームデッドではないかと言っているでしょうか。いやレッドじゃないかということでね、でもこのラインパースあのネットジャッジがですねちょっとマシンを押してたよと手を挙げましたね、はい、何の反応もなかったですよね。ありませんでしたね。今年からネットセンサーが取り付けられて、かすかに触れてもピーという音がするようになりました。まあ、選手にとりましてはややあの当たってないのになとか、あるいは当たってるのにな、ならなかったなといろいろあのまだこなれていないところがありますね。今確かになんかね、なんかちょっとスッといったような、ね、私もね聞こえたような気がしたんですよ、なんかピッというような音が聞こえたんですがね。ですけどねレンドルなんかはね反応しすぎるっていうねことだったんですけど、今日はね、はい、今のはね不思議ですよね、サービスラインモニターは10年前から取り付けられています。面が揃っています。きちっと面が整っていました。エドバーグ第10ゲームを取りました。しかしここでもねぶつけに行きますからね、ここでもう一度またぶつけに行きましたね、はい、本当にこういったところ見るとね、まあ、アメリカのプロスポーツがね本当に格闘技にね、はい、してるって感じがしますよ ね、 すね、まさにネットを挟んだ格闘技。第11ゲームです。デッドです。第1セットは 5-5 のタイスコアです。15-love。
目測を誤りました。第1セットの第11ゲームです。5-5のタイスコアでここまで来ました。フォードボールは今度は幸いしたヘドバーグ。スタートからマッケンローの方にラッキーが続いていました。しかしああいったところあの人柄出ますよね。すぐぶつけて手を挙げてますからね。あ、そうですね。フォルトです。まあ、テニスプレーヤーのイメージとしては本当に対照的な両選手ですね。その通りですね。テニス界の貴公子と言われますエドバーグ、まあ、こちらはすべて気持ちが表情に体に現れます。ジョン・マッケンロどうもね、あのボールこう一気にエース抜きにいってるんですよね。ハーフボレーで落として良さそうなもんなんですけれどもね、足元にね。そうですね。先ほどから酒井さんが何度も指摘されますが、ほとんどあの形のショットは外れてますね、ここまでね。そうですね。はい、サーティーオールいいサーブです。サービスポイント。11ゲーム初めてリードしましたマッケンロー。よく反応した。角度つけた。見事です、エドバーグ。いや、何度もマッケンローがですね、チャンスボールが来たんですがね。そうですね。ですけどね、やはりパスに押されてますよね、マッケンロー。このパスも見事でした。これ返しの一勢一杯ですよね。この次もこれもやっと届く。これ前決められてもよかったんですけどね。ここで決めたかったですね。あ、しかし届きませんよね。今のは届かないですね。無理ですね。はい、デュースです。第1セットは3回目のデュースに入っています。第1ゲーム、第2ゲーム、そしてこの第11ゲームとデュースに入りました。ここはね、フォアで回り込んでもいいんですけれどもね、バックに来るでしょうね。真ん中を狙うか。真ん中行った。あっ、エドバーグブレイクポイント。現在 5-5 です。第1セット、エドバーグがこのゲームを取りますと一気に優位に立ちます。エドバーグのブレイクポイントです。まあ、ある意味じゃセットポイントに等しいですよね。そうですね。ここで取ればエドバーグ。デュース。デュースアゲイン、2度目。やはりね、ここのセカンドサービスもう最後は自分の最も得意とするサービスをね、で勝負しましたよね。切れましたね。一か八かというところも多少あったかもしれませんね。多少ねスピード落として回転を多めにしてね、非常に角度がありましたね。コーナー捉えています。落とした。ドロップショット。マッケンローがリード。第1セットでこの11ゲームが大きな山になっています。
いや今大会ねこのマッケンローのドロップボレー非常に光ってたんですけどね、初めてこのセット出しましたね。そうでした、はい。それまでやはり余裕がなかったですよね。今のドロップショットでアドバンテージを掴んでいます。ゲームカウントは 5-5 です。マッケンローが取りました。さあこれで6-5マッケンローです。さあいよいよ大詰めの第12ゲームに入ろうというところですが、今シーズンのマッケンローはこのウィンブルドンが当の大会になります。10大会目になります。優勝が一度あります。2月の下旬に行われたシカゴでの大会です。この時は弟のパトリック・マッケンローと対戦して3-6、6-2、6-4で勝ちました。まあ、弟のパトリックと対戦したことはこれまで一度過去あったんだそうですが、2度目の対戦も兄のジョン・マッケンローが勝っています。その優勝が今シーズンは一度あります。第1セットは大詰めです。第12ゲームです。15-love。もっと打てって言ってますけどね。お返しのドロップショット、ドロップボレーです。30-love。どうやら世界さん、タイブレークの可能性が大きくなってきましたね。そうですね、はい。マッケンロー現在6-5ですが、12ゲームはエドバーグのサービス、40-love とエドバーグがリードしています。タイブレークです。6-6になりました。第1セットからタイブレーク突入です。まず最初のサービス一つはマッケンローから始まります。アウトです。 1-0 エドバーグ。いやマッケンローとしては痛いですね。このポイントを取って なんとか先に先行したいところだったんですけどね。はい、まあ、しかしまだまだ分かりませんよね。タイブレークの最初のポイントはエドバーグ、そしてエドバーグのサービス2つ続きます。フレームショット2-0エドバーグ。
3-0 Edberg。タイブレークの滑り出しはエドワンが 3-0 3-0 でリード。これからマッケンロFirst service. コードボールラッキー。マッケンローも申し訳ないというふうに手を出しました。マッケンロータイブレークで最初のポイント。惜しい。これは困りました。マッケンロー、このダブルフォールトは大きいですね。いや大きいですね。これでね、タイブレークのポイントでは2ダウンですからね。そうですね、タイブレークは一つ一つが非常に大きな重みを持ってきます。ですから今のダブルフォールトは非常に優位に働くのはエドバーグ。コート、チェンジコートして気持ちを入れ替えて、マッケンローもこの差を詰めたいところ。エドバーグの 5-1、 7ポイント先取のタイブレーク。第1セットは 6-6、 お互いに譲らずタイブレークに入っています。5-2 Edberg。5-2 です。依然としてエドワーがリード。この時急に明るくなりました。強い日差しがセンターコートに照りつけています。落とした。あ、絶妙のタッチ。このマッケンロー独特のこのなんていうんですかね、ドロップショットですが見事ですね。いや、軽く当てて、はい、これは本当に芸術品って言ってもいいぐらいですね。さあまだ残りましたよ。これ取るとね、エドバーグにはちょっとプレッシャーかかりますよね、はい、次のサービス。エドバーグが現在5-3 リード。これもいいサーブです。マッケンロー取りました。ここ3ポイント連取。いや、こうなってきますとね、先ほどのね、第7ポイント目、ボレーミスがね、そんな難しいボレーミス、ボレーじゃなかっただけにね、はいはい、悔やまれますよね。で、ここで1本があったら非常に大事ですね。ここでマッケンローがブレイクする形になりますと並びます。見事ですね。が硬い。さあ、6-4 になりました。6-4 Edberg。セットポイントです。ここでエドバーンが取りますと第1セット。
ネット。エドバーが苦しみながら第1セット。タイブレークに入りましたが、マッケンローを下しました。まず第1セットを取りました。1番コートでは女子はサンチェスとメアリー・ジョー・フェルナンデス。そしてペルーのヒルデメイステルとサバチンと。今日女子は4試合です。女子の方は今日終わりますと4強が出揃います。第3セットの最初の試合です。最初のゲームが始まります。余裕のリターンエースです。やっぱりセカンドサービスになりますと余裕を持って返してきますね。いやー、キレがないですね、マッケンローね、サービスの。マイドバーグにやすやすとフォアに回り込まれましたよね、はい。やはり、まあ、昨日がですね、両選手1日休息日だったんですけどね、まあ、スタミナの点問題ないと思ったんですけど、なんかちょっと体が重いですね、マッケンロー。マッケンローと言いますと80年のボルグとの死闘、そして81年ボルグを破っての優勝と、10年前まで。これも変わりました。セカンドサービスはことごとくフォア、そしてバックと返しています。あのバックのねコースが非常に甘いですよね。いつものね、キレがないですよね、カミソリのようなね、はい。からエドバーグもね、第1セットはちょっとまあ警戒しすぎたような感じがしないでもないぐらいね、こうリターンサイドアウトとかネットしてましたけどね。第2で 6-1 で取りましたからね、もう余裕ですね、第3セットです。15-30第2セットはこちらエドバーグ2ブレイクで 6-1 掴んでいます。第1セットはタイブレイクに入りましたがエドバーグが取りました。第3セットです。第1ゲーム、40-30マイドバックはですね、右サイドの時はちょっとセンター方向バックを開けてるんですけども、このサイドはやはりバックをね縮めてますよね。はい、どちらを狙ってくるのか。バックサイドを狙います。ゲームマッケンロー。第3セットの第1ゲームはマッケンローです。ファーストゲーム、サードセット、エドバーグリードス2セットとラブ。いや、マッケンローがベンチに戻るの忘れてますよね。あ、そうですね、コートチェンジですからね、ここはどうしたんでしょう。いや、私は何をしてるのかなと今思ってたんですが、第2ゲームと勘違いしてたんでしょうかね。それにしては自分でサーブですからね、やっと戻りました。マッケンローは18歳の時にフレンチオープンのジュニアチャンピオン、華々しくデビューしました。その年にウィンブルドン初挑戦、1977年です。昭和で言いますと52年ですね。そして20歳で US オープンの初優勝、80年はボルグとの死闘、5連覇をかけるボルグと戦いました。今の最後のショットですね。
そうですね、はい、まあ、これもねエドバーグもちゃんと取ってるんですね、まあ、ということでやはり届かれているということはやはりねエドバーグに対してこのドロップでまだ完璧に決まってないんですよね。なるほどね、まあ、現在32歳ですが25歳前後の頃ですかね。そうですね、マッケンローの絶頂期と言えるのは ね、そうですね、コナーズに、勝ったこともありましたね。そして負けたことももちろんありました、まあ、ボルグ、レンドル、コナーズっていうね、非常に好敵手の中でね非常に勝ってましたよね。さあこれから第2ゲームです。トップスピンロフ、いや絶妙ですね。絶妙です。イージーボールになった。かなりいいロブでねしのいだかなと思ったんですけれどもね、その後ね攻めが早いですよね。早いですね、隙がありません。第1セットでは多少重苦しい空気の中での硬さがエドバーグの方にも見られましたが、第2セットそしてこの第3セットと本来のエドバーグに戻りました。レッドフォールトです。ボールは出ています。これがいくつ目になりますかね。いくつかありますね。先ほども続きましたからね。いや、マグは2つ目だと思いますね。あるいは3つ目、はい、あ、2つ目ですね、マッケンロー4つですね。エドバーグが2つ目のダブルフォールと、マッケンローは4つあります。まあ、マッケンローはですねまだエドバーグのサービス一度も破ってないわけでね、ここぜひチャンスに結びつけたいですよね。はい、15-30 大きくアウト。15-40 エドバーグとしては珍しいです。さあ来ましたマッケンローにブレークポイントダブル。ここまで酒井さんおっしゃるように一度もマッケンローはエドバーグをブレイクしていません。初めてダブルできたチャンス。30-40。いや今のサービスもね切れ味ありますよね。スピードということよりもむしろ切れですね、いつもに比べますとね、エドバーグの今までのサービスですとこうスピンがかかっててネットのポジションをね取るのに最大の力を勝ってましたけどね、スピードが今回伸びてます、はい、あ、これネットブレイクです。ガッツポーズをファンがしているそういう姿も見られますが、初めてマッケンローがブレイクしました。マッケンローリーズ2ゲームとラブ3セット。さあこれで酒井さん、がぜん試合の方は面白くなってきましたね。そうですね、まあ、ここでマッケンローらしさをもっともっと見せてほしいですね、はい、この試合初ブレイク、そして気分を良くしてサービス第3ゲーム。トップスピンロブ短いコードボールアウト。15-love。ベスト8進出をかけています。4回戦の試合です。しかしまだこのポジションからのあの右をえぐるサービスがなかなか決まりませんね。そうなんですね、ここがね課題ですね。今日はねマッケンロー入ってませんね。
セカンドはどうしても少し甘くなります。いいボレーでした。今のボレーはですね、サービスも良かったですけれども、ネットに入るスピードがありましたんでね、はい、それだけ反応も早くていいタッチのボレーになりましたね。ああ、これで数がまた一つ増えてしまいました。いや、5つ目になりますけれども、もったいないですよね、ここでね。そうですね。ということは1か8か、かなりギリギリのところで勝負しているということですよね。そうですね。スピードを出そうとしてね、ちょっと力みになってますね。はい、今度は決まりました。この流れがマッケンローです。マッケンロー、2セットダウンから第3セット、ワンブレイクしています。入るんですね。入りましたね。はい。初めにあったかなと思ったんですけどね。一瞬どうかなと思ったんですが、入ってます。取りました。Leads three games to love, third set. Edberg leads two sets to love. 第3セットは 3-0、マッケンローリード。女子の方はグラフとガリソン、カプリアティとナボラチロバ、そしてサンチェスとメアリージョ・フェルナンデス。ペルーのヒルデメイステルとサバチーニの対戦。ベスト4が出揃う女子。そして今日は男子の方では4回戦。この試合に勝ちますとベスト8進出です。ベテランのジョン・マッケンローと昨年のチャンピオン、ディフェンディングチャンピオンの25歳ステファン・エドバー、テニス界の貴公子と言われますエドバーグと、感情を一気に爆発させるその激しい性格でも非常に有名です。まさに天才肌のテニスプレーヤーと言えるでしょう、ジョン・マッケンロー。さすがに試合の方は現在セカンドランキング第1位のエドバーグのペースで進んではいますが、第3セットはマッケンローがリードしています。Ladies and gentlemen, quiet please.30 love.今年のウィンブルドンは3回戦ってエドバーグまだ完璧、ワンセットも落としていません。40 love.
去年のウィンブルドンで勝って初めて世界ランキング第1位に躍り出ました。現在1位です。ほんの一時期ベッカーに抜かれたりもしましたが、すぐ位置を取り戻しました。ゲームエドバーグノータッチエースです。第4ゲームはエドバーグが勝ちました。マッケンローリーズ3ゲームと1 3rd セット第3セットはマッケンローがワンブレイクアップしています。右がマッケンローの奥さんですね。そして左の女性がエドバーグ の, あ の, あのガールフレンドですね。手前側ですね。こんな近くで見てるんですね。もちろん2人の間の会話はないでしょうね。じっくり見たわけでね。さあこれから第5ゲームが始まります。マッケンロー、エドバーグ。ラブ15ラブ15です。ハーフボレーネット。ラブ30。まあ、やはりねファーストサービスがねマッケンロー入ってませんよね。それと同時にセカンドになるとやっぱりエドバーグがちょっとポジションをセンターに注意しながら、バックに今のボールはあの誘い込んだ形でしたね。はい、でそれと同時にあのマッケンローのサービスがねキレがちょっとないですよね、角度がね。悔しがるのはマッケンロー。エドバーグにブレイクポイント。せっかくブレイクポイント先行したブレイクしたマッケンローですが、この第5ゲームはトリプルでエドバーグにブレイクポイント。ブレイクバックのチャンスのエドバーグです。レッド。一番コートではクーリエが勝ちましたね。6-3、6-4、6-2。今試合が終わりました。クーリエがベスト8一番乗りです。さあこちらはラブ40ブレイクポイントのエドバーグ。15-40。ここで是が非でもですねマッケンローファーストサービスが欲しいですね。欲しいですね、はい、逆に言いますとここでセカンドになりますと相当苦しくなってきます。その通りです。はい、フィッシャーズ。今のコースがレッドになりましたんでですね、ええ、多分
あのセンターの方から、ね、真ん中を狙ってきますか、体の正面かね、はい、その裏を突っかけますね、そうですね、はい、それでフォルトになってしまってここでまた苦しく なるんですね、ダブルフォールトでブレイクバックエドバーグ、バッテンロー大切なところでポロッとダブルフォールト、いやちょっとアンラッキーですよね、やはり最初のね、あのファーストサービスがあのコードボールになりましたよね、レッドになりましたよね、はい、あそこからね、あのサービスのリズム狂っちゃいましたよね、はい、第3セットは先にブレイクしたのがマッケンローでした、これで条件が同じになりました。第3セットの第6ゲームに向かいます。まあ、こういう時点での、まあ、かつてのウィンブルドンの王者のマッケンローの心境ですがね、どんな風に分析なさいますか。そうですね、やはりね、あのなんて言いますか、かつてのねこう優勝を目指して連勝した頃に比べるとやはり頭の中パニックですよね。もうどうしても追っかけ追っかけの余裕のない展開でチェンジコートですからね、はい、まあ、このセットもねまだあのイーブンで、ゲームとしては3-2でリードしてるんですけどね、どうしても2セットダウン、しかも今 3-0 でリードしてて、2ゲーム取られてますからね。そうですね、Please find your seats quickly. Thank you. この辺で90秒で切り替えて、はい、もうとにかく自分のプレーをやろうと、うん、やりきるんだということに切り替えていかないともういけませんよね。ずるずるといきそうですね、はい、マッケンローはグランドスラムのタイトルは7回ありますが、84年からはこのところ7年間タイトルがありません。第3セットの第6ゲームです。マッケンローが 3-2 でリードしています。すでに2セットを取りましたエドバーグ、現在第3セット、第3セットは 3-2 です。まあね、マッケンローのね、あのリターンとあのエドバーグのファーストボレーって私は注目したんですけどね、はい、この辺 あのハーフボレー見事ですね。そうですね、破綻が全く乱れません、安定しています。入ってます。ああ、これミスです。ダブゲームでエドバーグがキープ、第6ゲーム並びました。ここで一旦打とうとして、またここで余裕があるんです ね、ドロップボレー、やや右の方向にボールが切れていきました。 3-3 のタイスコアです。第3セット、お互いにワンブレイクしています。これから第7ゲーム、マッケンローのサービスです。リターンエース、ファーストサーブをリターン、ラブ15、読みがぴったり当たっています。いやー、いいとこに入ってますね、これも返しました。
マッケンローとしてはもうかつては随分勝った相手なんですが、だいぶ力の差を感じているかもしれませんね。こういう流れを見てますとね、やはりね、今のセカンドサービスも甘いですよね、やはり最初のサービスのコース、はい、で時折センターにあの打って、で時折体の正面、この組み立てが今日できてませんね。はい、余裕を感じます。そうですね、ここでね、体の正面だったんですけど、はい、エドバーがうまくこなしましたよね。でも前にネット出てきてますから ね、ここまでくれば完璧ですね。またもやブレークポイントを迎えました。しかもラブ40のブレークポイント。第7ゲーム、エドバーグチャンス。アウト。15-40。まあ、マッケンローはね、ここが正念場ですね、ええ、これを落としたらもうずるずるっといきますね。ここを落としましたも負けがほとんどもう決まってしまうような感じになりますよ ね、 すね、はい、ここが大切なマッケンローにとってはポイントになります。30-40踏ん張ります、マッケンロー。ここでどうしてもね、最高のあのファーストサービス入れてボレーで勝負したいところですね。なるほどね、やはり右のコーナーを狙っていく、キレのいいスライスサーブを見せたいところですが、今日はなかなかそれが決まりません。決まりません。セカンドサービスが甘くなったところを叩かれますね。そうですね、ここはやはりまたバック行かざるを得ませんよね、抜きました。外から入った。エドバーグガッツポーズ。もの静かなエドバーグにガッツポーズ。エドバーグブレイク、トゥーブレイクアップ。エドバーグ leads 4 games to 3, third set and by 2 sets to love。第1も第2もエドバーグが取りました。第3セットはトゥーブレイク、エドバーグが取りました。4-3 です。やはりここもねバックで行ったんですけどね、やはりまともですよね、うん、もう少しサイドにね持ってきたいところでも、このボレーは良かったんですけどね、ここよく追いつきます。さすがですね、サイドスピンねかけてますよね。ダウンザラインです。まあ、サイドスピンとトップスピンが一緒にかかってるんですか。そうですね、もう本当にね今の、テニスは、はい、ラケットもですねあの軽くなって、弾きがいいですからね、はい、かつてはあのウッドのラケットの頃はボールのあの1点って言いますかね、しか打てなかったんですけど、今はもうボールの後ろ下斜めとですねそこを振り抜きますからね。あ、そうですか。ボールに非常に回転がかかってですね、いろんな種類のね、外から回したりですね、ははトップスピンロブとかですね、本当にあのいろんな種類のボールが打てて見事にコントロールしてますよね。今のもまさにそういういろいろな角度からの回転がですね、まあ、いわゆるあのデンドルが時折見せたデンドルフェックと言われるグッと曲がるボールをね思い起こさせるようなスーパーショットでした。さあこれから第8ゲームが始まります。第3セット、難しいコードボール。第2コートのボルコフとスティッヒの試合は
ファーストはボルコフが取りましたが、その後はスティッヒが 6-3-7-5 と取って現在第4セットに入っています。ノーコースエースですよね。マッケンローがありますね、はい、今の際のチャンスでちょっとフォルトが臭かったですよね。チアンパイアのリトルフィールドさんも苦り切った表情をしてますね。諦めましたね。諦めました。エドバーグ取りました。第8ゲーム、これで 5-3 とエドバーグがリードです。エドバーグ leads 5 games to 3, third set。まあ、かつてのウィンブルドンの覇者、このウィンブルドンでこれまで3回優勝のマッケンローと、この大会2年連続3回目の優勝を目指しているエドバーグの対戦、やはり今の時点での力の差をまざまざと何か見せつけられているようです。これから第9ゲーム。15 love。試合が始まって2時間2分が経過しています。午後1時15分に現在なりました。日本との時差は8時間です。30 love. 第9ゲームはマッケンローペース。 40 love。 このセンターコートのすぐ隣の1番コートには女子のサンチェスとフェルナンデスが試合を今始めています。スタートしています。マッケンローが初めてダブゲームで取りました。第9ゲームはマッケンローです。キープ。エドバーグ leads 5 games to 4 third set and by 2 sets to love。 今日男子は4回戦、女子は準々決勝です。女子の決勝戦が予定ですと土曜日、そして男子の決勝戦はその次の日日曜日に行われることになります。賞金総額は男子のシングルスで優勝しますと24万ポンド、日本円でおよそ6000万円です。女子のシングルスの優勝は21万6000ポンド、5400万円ぐらいです。今日は大会9日目、87試合のシングルスとダブルスなどが組まれています。まあ、ここまで3回戦ってきたエドバーグですが、坂井さん、はい、ワンセットも落とさず、本当に今年は去年以上に充実しているように見えますが、どうでしょうか。いや、安定感がね、目立ちますね。去年のね、表情と、はい、まあ、プレーぶりもね、本当にやはりナンバーワンらしくなってね、きましたね。はい、そうですか。まあ、あの世界のトップに名実ともに躍り出て、また気持ちもぐっと変わってきてるんでしょうかね。そうですね。で、まあ、なってね、当初はね、まだ自信がね、今一つだったんですけどね、ここに来てね、本当に安定感が目立ちますね。はい、
第1セットはタイブレークに入りましたが 7-6 エドバーグ取りました。第2セットは 6-1 でエドバーグ取って現在2セット取っています。第3セットもリード、ゲームカウントが 5-4 でエドバーグがリードしています。アウトですね。アウトですね。ため息がセンターコートのお客さんから漏れました。アウト。いやー、この辺でもね、動きの軽さといいますかね、速さ差がありますよね。ポイントきました。エドバーグ優位のうちについにマッチポイントを使いました。ステファン・エドバーグ、マッケンローに対しての声援も今盛んに起きています。あまりにエドバーグが強い、そういう印象です。決めました。最後はサービスで決めました。サービスエースで決めています。エドバーグベスト8一番乗り、クーリエとともにベスト8進出が現時点で決まりました。今日は男子の4回戦が行われます。今日は男子は8ゲーム行われてベスト8が決まりますが、エドバーグの恋人ですね、はい、はい、オルソンさんですね。オルソンさん、いや、笑顔がこぼれました。エドバーグ勝ちました。